練習そのまま続きで佐々木くんが最近練習頑張ってるみたいなんで、はい、あ、そうなんですね。お願いします。川ちゃんさんとね、お願いします。頑張ります。結構大事な練習で、はい、ダブルでクラッチされた状態からスタートです。クラッチされた状態でこっち倒してつける、こっちはもう倒されても立ち上がる、で離れれば終わりです。あ、でまたあの離れたらまた最初からです。はい、よし、どっちからいきます。耐える側。はい、じゃあ先耐えます。寝ても立っちゃう。壁使って、はい、よいしょ。はい、佐々木くん結構やってるっていう。結構、どんぐらいやってんの。毎日3時間ぐらい。そうなんだ。え、そんなにやってんの。よいしょ。またディープかなんか立とうとして。あ、まあ、わかんないですね。とりあえずちょっと練習し頑張ろうかなって感じです。あ、運動があってな。そうですね。はい、お願いします。お願いします。はい、まずいじゃあ、バックントロ。はい、あ、大丈夫。お願いします。すごい、はい、両方入れさせてあげて。あ、すいません。反則して。そうだ。お願いします。スーパースーパー上として、頭の前に手入れて、手入れて、ブリッジ壁使ってブリッジ。すぐ立つよ。そこ、そう、足入れさせない。いいえ、すぐ立ち上がる。そこ、そう、右の、そうケツずらして、背中金網の方につけるみたいな。背中こっち側に持って、ね、お、やばいぞ、あんまりすぐすぐです、ナイス。おー、いいね、いいね、いいね。あと10秒。お願いします。めっちゃ疲れる。すごい。いただきにき。ああ、大丈夫ですか。大丈夫です。マジで。唇がね、口が切れた。どうでした、佐々木君。いや、すごい。ね、なんだろう、ブリッジ力。ブリッジがすごい。うん。なんでもないブリッジ力してる。すごいよ。経験者からそういう言葉が出てるな。うん。いや。俺がちょっと取りに。疲れますね。すごいですね。ありがとうございます。俺がつけるわ。え、俺がつけるわ。佐々木くんを。違う。川島さんはね。もちろん。ちょっともう分析しちゃってた。やめてくださいよ。位置分析しちゃってた。え、じゃあ今回はもう一切立てない感じ。今回逃げれないよ。なるほど。いや、そんな。ああ、意地でも逃げます。得意のブリッジで、はい、バネで行きましょう。行きましょうじゃあ。はい。いや、ちょっと待って。始まるか。どっちにしようかな。え、クラッチからですよね、ミクレさんでも。え、いいっすか。いいっすよ、
簡単にひっくり返らないです。ああ、そうなんだ。それくらい強いですね、力が。ひっくり返れる。最後の最後に。いや、入ってないよ。入ってないですけど。あ、でも確かに逃げませんでした。確かに。分析するのやめてください。めっちゃ強い、マジブリッジが。いや、違いますね。あ、なんか楽しいですね。でもちょっとこの時間が幸せですね。佐々木君も強いですよね。そうですね。やっぱり。確かに。でも思ったよりフィールド能力が高いでしょ。いや、それは思ったよりっていうか、高いと思ってました。思いました。はい、俺教えて出したことないです。結構、あれ…これです。あ、みんな…はい。あ、あと全然倒されないですもん、もうそもそも。受けはめっちゃ強いですでも、レスリング強いですよね。レスリングはまあまあ、そうですね。自信あります。タオルと止まって攻め側やります。はい、攻め側やります。あ、いいですか。よし、お願いします。じゃあ行きます。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。膝の方は膝つけたい。一回膝つけたい、地面に。そう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 、早いな。なんか。よし。お願いします。はい。よし。見えるよ、そこも。すぐ上、すぐ上、すぐ上、頭を見上げて。そうそうそう、もっと上、もっと上、もっと上。スイング力もありますね。疲れますね。絶対疲れますよね。疲れます。いや、強いっすね。これって攻めるのと守るのどっちが難しい？どっちもどっちだね。どっちもむずいんか。腰をもう一つやったら攻める方が疲れるの。あ、まあ、今ね、良くないポイントが2つあったので教えます。どうですか。お願いします。最近ちょっと、サスポでこういう風にやってて、はい、こういう風にやってたんですよね。はい、クラッチが完全にこう、なんか組めない状態だったんですか。そうですね、はい、これが一回こっち側にこうやって切って、あ、ここからもう、いっちゃう。最後にずれて、はい、でクラッチして、はい、ちょっといいですか。組めないです。そっちだよ、右だったんです。あ、今、今なってて、右に、そう、一瞬だけ、一瞬だけですよ。一瞬だけ、ここ、あ、
一緒ね。こうこうする。おお。外冷やかれちゃってるのを一回取ってあすぐ戻さないと引いてすぐ戻す。あ。これ開いてね。あ、まあちょっと違うけどまあいいや。イメージこう。あ、もう下げて。シングルの時に頭下げすぎたんで、シングルのカードで、はい、シングルにこう移行した時に頭下げすぎてたんで、はい、こっちの辺のこの辺のことに全部来てるね。あ、頭の下。下がってると頭を押されて下げられちゃうから。あ、頭の下ね。一回俺が受けやりましょうか。いいっすか。すぐに。え、いやもう頑張って全力で倒していきます。よし、お願いします。行きましょう。よし、行きます。行きます。なんか倒せる気がしないっす。腰が何なんすか。なんかやってるんすかね。なんかなんだっけ、根っこが生えてるみたいな言われるんだけど、地面に根っこが生えてるから。え、元から腰ってなんかあれなんですか、それともトレーニングかなんかで。あ、そもそもだからね。あ、そうそう言ってましたね。それが本当に今に生きてるよ。いいえ、相撲やっとけばよかったっすね。相撲やっとけばよかったっすね。いいえ、あー、いやめちゃくちゃでもいい経験ですね。だからフィザー級を抑えたフィジカルで負けますね。はい、マジか。そうですよね、フィザー級のもトップのファイターがいってるんで、ちょっと頭に入れておきます。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。使ってください、練習法。はい、あ、そうですね、はい、もうぜひ動画にも残してるんで、もうこれで練習してまた一歩強くなってきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。